メグロ連としての時間を取り戻していったスノーマンの活動。2023年終盤からは、ドラマや映画の出演作が落ち着いたことでスノーマンのリリース以外の活動に合流する時間が増えたのもトピックだろう。番組や YouTube の企画でメンバーたちと出かけたり、大好きな釣りをしたり、亀梨和也の YouTube チャンネルにゲスト出演した際にはスーパーで買い物をするなど、リラックスしたメグロの姿を目にすることができた。 2024年1月には、新成人を迎えたラウールを同時期に滞在していたミラノでサプライズでお祝いしたという微笑ましい報告も。そういったメグロを見ていると、宇多田ヒカルがアーティスト活動を休止した際に用いていた人間活動に専念するという言葉が頭をよぎる。それらはタレント活動の一環ではあるものの、自分以外の人物になることと真剣に向き合ってきた期間を経て、 メグロレンとしての時間を取り戻していくかのようだ。もともと強い意志を持ち、自らの進む道を選択してきたメグロが、人生は一回きり後悔のない生き方をということを特に最近よく語るようになった。講師ともに相棒とも呼べるラウールはじめ、スノーマンのメンバーたちと過ごす時間も大切に、たくさんの笑顔に包まれながら夢を叶えていく姿をこれからも応援したい。